それでは3人目の選手の登場です。バグって花井。これは私の友達のはるかから聞いた話なんですけども、はるかはね、あの小学校2年生の時に大親友のえみちゃんっていう女の子がいたんですよ。でも学校でもいつもえみちゃんと一緒で、学校終わってからもいつもえみちゃんと遊んで、でいつもえみちゃんと一緒に帰ってたんですよ。で別れ際にえみちゃんがいつもはるかに言うことがあったんですよ。それが私たちはずっと一緒やでって、結婚してもずっと一緒におろうなって、一生の親友やでって言うんです。で、まあ、それ毎回のことなんですけども、はるかはそれが嬉しくて、うん、分かったって言って、私たちはずっと親友やでって、一生一緒におるでって、結婚してもずっと一緒におろうなって約束してから帰るんですね。なんですけど、えみちゃんはその年の冬に交通事故で亡くなってしまうんですよ。はるかはすごくもう落ち込んで、ちょっと引きこもりになるんですけれども、まあ、小学校2年生やったんで、まあね、言うても子供なんでね、1年経ったら、まあ、元の元気なはるかに戻ったんです。ほんではるかはそこから大学就職して、小さな IT 企業の会社に就職するんですね。で、まあ、仕事から終電に間に合わへんくて、タクシーで帰ることが結構多かったんですよ。でその日もタクシーで家に帰ったんですね。でいつも夜コンビニがあって、そこにタクシー止めてもらって、でいつものように買い物をして、ほんでいつもの道帰ったんですよ。ほなね、8メーターぐらいある道路があるんですけど、その向こうにね、同い年ぐらいの女の子が立ってるんですよ。あ、女の子おんなーと思って、ほないないんですね、おらんなーと思って、やっぱおるんですよ。えと思って、ほんいないんです。えと思って、また女の子やっぱおるんですよ。え、どういうことどういうことって、その女の子、はるかが瞬きするタイミングで現れるんですね。アニメのコマ送りみたいにパッ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 現れるんです。でその子がパッ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 ちょっとずつこう近づいてくるんですって。はるかはその時気づいたんです。これエミちゃんやって、なんでか分かんないですよ。エミちゃんやって確信したって言うんです。成長したエミちゃんやって。でそれを気づいた時にブワーッと寒気がして、もう道路渡らんとブワーッと回り道して、でダッシュで自分の一人暮らしの部屋に駆け込んだんですよ。でバッと布団かぶって、来ないでって言ったんですね。ほんならエミちゃんが目の前にいてるんですよ。目の前じゃなくて目の中にいてるんです。目の中じゃなくてまぶたの中にいてるんです。うわーってなって布団からバッと出て、はるかそこから寝れなくなるんですよ。目をつぶるとまぶたの裏にえみちゃんがいてるんです。だからはるかが寝る時っていうのは本当にもう気絶したみたいな状態で、もう落ちるって感じで寝てしまうっていう状態だったんですね。だから、まあ、不眠症になってしまって、実家に帰ることになったんですよ。で実家に帰ってお母さんに聞いてみたんです。小児の時にエミちゃんっていう女の子おったやんかって言って、ほんならお母さんは誰って言って、いや小児の時の親友のエミちゃんやんかって言って、え誰それ、そんな子知らんでって言うんですよ。いや小児の時の冬に交通事故で亡くなったエミちゃんやんかって言って、いやあんた何言うてんのって言って、あんた小学校3年生まで友達誰もできひんくて、家にずっと引きこもってたから、お母さんもどうしようかと思ってめちゃめちゃ心配してたんやないのって言うんですよ。いや何言ってんねやろと思って、同級生に電話したんですね。同級生、そのエミちゃんなんて知らんって言うんですよ。いやと思って小児の時の担任の先生に電話かけるんですね。ほんならやっぱりそんなエミちゃんっていう小学校2年生の時に亡くなった女の子はいないって言うんですよ。いやでも信じられないですから、目まぶたに閉じたらおるんですから。ほんでエミちゃんの家に行ったんですよ。ほんなら家ね、空き地になってたんですよ。なんですけど目をつぶるとまぶたの裏にエミちゃんはいつもいるんです。で今もはるかはお医者さんに通ってて、すごい強い睡眠薬を飲まないと寝れない状態なんですね、という少し不思議なお話を聞いてきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。バグって花井さんでした。ありがとうございます。